黒ラヘビクビガメは、ヘビクビガメかトゲヘビクビガメ属に分類されるカメ。アルゼンチン北西部、ウルグアイ、ブラジル南東部、最大高長17センチメートルとトゲヘビクビガメ、属最小種。廃校の色彩は黒や灰色。復興の色彩は黒一色で和名の由来になっている。頸部背面には、トゲ状の突起が並ぶ。容体は復、復興、頭部や、 獅子の覆面に赤い斑紋が入る。成長に伴い斑紋は消失する。低質が泥で、水生植物が繁茂する、流れの緩やかな河川や地層などに生息する。植生は動物食で、昆虫類、甲殻類、貝類、魚類、両生類などを食べる。繁殖形態は卵生。1回に4から7個の卵を産む。開発による生息地の破壊などにより、 生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。以前は流通量が多かったが、生息地で野生個体の輸出が規制されたため近年は流通量が激減している。しかし属内では流通量は最も多い。アクアリウムやアクアテラリウムで飼育される。日光浴をしない個体が多いため、場合によっては陸上を撤去する。 性質が臆病なため、ケージ内には隠れ家を設置し、落ち着いた環境で飼育する。低温には強いものの、水温25度ほどに設定した方が良い。飼育下での産卵例は少なくはないが、負荷率が悪いとされる。ありがとうございます。